下はジャージ、下はまたパジャマです。今日はあのなんだっけ、昨日ツインテールって約束したじゃないですか。なので今からしようと思います。山形は寒い、寒いです。ちょっとエアコンつけると喉痛くなるじゃないですか。それが嫌なので、寒くても動けば暖かいので動いて温めます、体を。雪降ってる、雪あ、結露してて見えないです。でも降ってないと思います。今は積もってるけど、さっき弟が雪かきしてます。タイは寒いです。タイ、すごい。タイ、タイって暖かいイメージが。おお、1メートルぐらい積もった。1メートルは多分積もってるんじゃないかな。スキー場が多分全部のスキー場が始まってると思うので、なんか去年一昨日ぐらいまではあのなんだっけ、スキーしたくてスキー場に行こうって言って結構行ったりしてたんですけど、なんか今年去年ぐらいからちょっとまず家から出たくないなって思い始めました。一昨年が一昨日に聞こえた。一昨日って言ったかもしれないです。一昨年だ。一昨年です。スキー滑れるんやな。スキーは多分誰でも滑れます。普通に板を足につけて坂を滑るだけなので。ただスノボが無理です。中学校高校ぐらいになるとスノボできる人っていっぱいいるんですよ、友達とかで。で今年も誘われてるんですよ、一緒にスキー行こうって、私スノボだからみたいな。
って思ってます。あ、紙ゴム持ってきます。伸びたゴムしかなかったので、あ、くしー、くしがこれしかない。これ動かすたんびになんか電気がおかしいんですよ。壊れてんのかな。とりあえずぐちゃぐちゃでいいので頑張ります。後ろ姿が見えないので、綺麗な黒髪は緑が入る。緑、なんかその今できるじゃないですか、その髪色チャレンジみたいな、髪色を変えられるやつ、あのスノーとかで。それやったら青が一番似合うんですよ、自分的に。青色がで、なんか将来あの青か黒か分かんない色にしたいですって思ってたので嬉しいです。
高さがわからない。高さがここか、ここか、ここかの、それかここ後ろらへん、投票ボタンで、投票ボタン、投票しますか。これか、なんだっけ、さっき下とここ耳のとこと耳上か、1がここ、2がここ、3がここ、4がここです。あ、ちなみに巻きますね、巻きますよ。上がっていくの、そうです、上がっていきます。これ自分で終了する。なんか昨日の夜やってみたんですよ。昨日の夜うまくいったんだけどな。じゃああと1分で締め切りますね。ニキビがコンシーラーでも隠れない。あ、1分経ちました。じゃあ終了します。おお、すごい。
3番1、2、3、3番目です。3番が一番多いので、3番が上にします。ここぐらいかな。ここぐらいですか。もっと上かな。もっと上の方がいいですか。このぐらいですか。さすがにこれのこのぐらいもやったことないかもしれない。いや、あるか。じゃあここにしますね。
からずっと目になんか入ってるんですすぎるのに似合わないんですよね。うわ、わさってなっモバメで写メお待ちしてます。あ、モバメの写真はもう決まってるんですよ。昨日撮った写真にしようと思います。
今日は全然うまくいかない日です。とりあえず前髪から前髪が長いので昨日こうやってみたんですよ。そしたらめっちゃ良かったので、これで今日から学校に行こうと思います。あのツインテールじゃなくて前髪が。
何巻きだったっけ、こうなんか内巻き、
同じ紙ゴムがこれしかない。
完成です。やった。ちょっと服がこれじゃない方がよかった。アイロン十って言うんですよ。こうやって。なんででしょうか。スクショタイム。タイムしますか。あ、着替えた方がいいですか。可愛い系の服でも、もうそしたらもう、いや、可愛い系の服に、じゃあちょっと着替えます。いやでもなんか着替えるのめんどくさい。やっぱり着替えません。つける外があれば。そうだ、全然一回も使ったことないんですよ、それ持ってるけど。それつけます。この服に似合わないかもしれないです。つける裾、この服に合わないかもしれない。持ってたんか。そうなんです、この前
買ったんですけど一回もつけてないんですよ。ちょっと隠れてました、そこに、オーバーオールの隣に。合いますかこの服に。穴が赤くなりそうなほど寒いです。前真冬の時にずっと下にいたので上にこう来たんですよ。これ部屋開けた瞬間もうすっごい極寒で白い息が出るほど寒かった。そのぐらい寒かったです。でも今アイロンの余熱で温まります。熱気、湯気。なんか白い息が出ました。なんか毎回こういう時に限ってここにニキビができるの最悪。文字見えないようにカメラに近づいたらいいかな。ここの文字ですか。冷凍庫や。そうです、余熱を無駄にしない。余熱を無駄にしない。できた、完成です。これでいいですか。髪ゴムがビヨンビヨンなのでちょっと垂れ気味なんですよ。カーテンの色と合わせた。カーテンの色と一緒ですね。そういえばでもこれからし色です。これは文字隠れる。スクショタイムですよね、そういえば。ちょっとじゃあ、はい、いきます。ご覧ください。ここですか。あとなんかしてほしいポーズありますか。エリーに似てるってば。すごい嬉しいです。それは。なんか。本当にエリーさんって可愛いじゃないですか。YouTube とかもすごい見てます。憧れの方ですっていうほど本当に可愛いです。にした方がいいか。
ウインクを、ウインク。しろちゃん宛てのお手紙劇場に置いてきた。あ、ありがとうございます。すごいです。自分でこんなことできるまで成長しました。今まで本当アイロンの使い方持ってたんですけど、一応アイロンの使い方すら分からなくて、中学校の時とかもみんな前髪薄いじゃないですか。私だけすごい重たかったりとか、本当今年に入って前髪こういう風に、ま、巻いたりするようになったんですよ。でもいっぱい練習しました。お風呂入る前とか、これで学校行こう、この前髪で。でも朝はさ早すぎてなんかありになりそう。できるかどうか、寝ぼけた状態でするので。そんなつい似合う家持ってたなんて知らなかった。自分でもこんなね思ってなかったです。卒業しちゃうのが悔しい。悔しい、惜しい、惜しいだ。この部屋なら原宿でスカウトされた。そう、スカウトか。あ、なんか全然スカウトじゃない、スカウトじゃないんですけど、あのティッシュ配りとかしてる方あるじゃないですか。あれ必ずもらうんですよね。ティッシュってめっちゃ必要じゃないですか。だからもう必ずもらいます。それで高校にも行こう。あのなんだっけ、百歩譲ってあの文化祭なら、まあ、なんかはいって思うけど、これで通常でこれで行ったらもう完全に先生にも来なさいって言われますね。でもちょうど同じ位置じゃない。ちょっと最初うまくいってるかどうかわからなかったけど、結果うまくいったので、まあ巻いてて、ちょっと巻いただけでも言われるんですよ。なんか2年生になって最初ら辺の方に、最初ら辺でもないけど結構こうウェーブ巻きとかしてたんですよ。怒られるっていうか、バレるっていうかので、最近はしてない。M1 敗者復活戦面白い。今 M1 の敗者復活戦してるんですか。ウェーブ禁止なんで。そうなんです、巻くのもダメだしウェーブもダメだし、ほんとストレートだけみたいな。あ、でも巻いてる先輩方も結構いるんですけど、最近はちょっとまず朝が起きれないっていうのと、
冬の冬を着るときって季節の中で一番あれじゃないですか、起きづらいっていうか、もうずっと布団の中にいたいっていう感じなので。真面目な学校なのかな。そうなんで、なんか意外に校則が厳しいんです。まあ、女子の髪型はそれぐらいなんですけど、男子とかだったら結構ツーブロック禁止とか結構厳しいんですよ本当に。スカートもめっちゃ言われますね。でも私の場合本当に足が短いので、あの2回巻いてってるんですけど、バレない。友達はバレてるのに、私は2回巻いてもそれが普通のぐらいの長さなんですよ。悲しい話ですけど。前もその話してびっくりもんやった。その話2ブロックとかの話です。潤いが一瞬でなくなったリップの、スクショタイムはもう以上で大丈夫ですか。他になんかまたしてほしいことあったら言ってください。してほしいポーズとかあったら言ってください。校則の話か。校則は本当に厳しいんですよね。でも今熱あるかな、まだいける。熱がない。アゴグーお願いします。アゴグーって何ですか。アゴグー、あ、そういうこういうことってことですか。アゴグーってなんかこう殴るやつかと思ってた。え、本当に？ちょっと待って、もう一回ちょっといいですか。なんか全然良くならなかった。8ポーズ。5秒間。ギャルピってこれですよね。
です。あごぐお願いします。これで合ってるのかな、あごぐって。殴らないよ。あ、合ってますかね。あごぐってネーミングが斬新。これ多分ぶりっこ坊主って言うんですよね。今高1、今高2です。メイク直しした。なんかここがやっぱり気になりすぎて足してきたんですけど、どうしようもないです。やっぱり JK 感出た。 JK、 一応 JK なんです。一応でもないけど JK なんです。田舎の JK です。撮りました。一応じゃない、一応じゃないんです。ちゃんとちゃんと JK です。なんだっけ、 SJK、 SJK、 え、待って、あのなんだっけ、生写真、セルフ生写真にの時の時に春に書いて一緒に撮ったやつがありました。ここに剥がそう。やばい、壁がベタベタかも。これでこれで撮りました。SJK ももう終わりです。終わります。終わりそうです。寒い、本当に。このやつだけ持ってこなかった。来年は LJK だね。そうですね、来年はラスト JK です。すごい、ハートがいっぱい。オムライスのお面とかまだある？オムライスのお面はないですね。まだまだじゃない、もうさすがにそれはない、ないな。今ちょっと机が散乱して、始まる前にちょっと片付けたんですよ。これでも一応だけど、なんか修学旅行から帰ってきて、でその次の週すぐテストでみたいな、それが続いたので、もう散乱なんですよ。散乱してるんです。これとかステッカー、バースデーシールもらったんですよ、ユニバで。すごい嬉しかったです。
注射これにしました。なんか本当は違うやつ、あのポンポン付きの、ここにポンポンついてるカチューシャが欲しかったんですけど、聞いたんですよ店員さんに。そしたらなんかそのカチューシャ全部在庫切れでって言われて、そんなことあるんだと思って、しかもそれだけですよ。それもうすごいショックでした。結構前から調べてて、もうこれ絶対これつけよう、これ買おうって思ってたんですけど、売ってなかったので、ちょっと来年リベンジします。来年、再来年か、再来年に、あの、まあ、3年生なので自由登校があるじゃないですか。その時に友達と行こうかなって話し合ってます。でもなんか実際にその期間、自由登校の期間に入ってなんか忙しいんじゃないかなって思い始めてきて、いけなそうだなって思って。自由登校、あと何回エイトのメンバーにやる、あと1回かな、1回じゃないかな、あと1回、あの24日に、多分24日だけじゃないかな。行って思い出刻まなきゃ。そうなん、なんかユニバー回れたのって半日だけなんですよ。で半日で結構短いじゃないですか。でそのまあ自由にいいよ行っていいよみたいになったんですけど、まあ、友達数人と行くじゃないですか、まあ、こっちにも行きたいこっちにも行きたいってなるじゃないですかみんな、まあ、それで結局アトラクションも1個しか乗ってなくて、あともう必ずマッチ時間あるじゃないですか。田舎じゃ全然考えられないのでちょっとそこはびっくりしました。そっか、並ばないと、全部並ばないといけないんだ、そういえば。山形じゃ考えられない行列だったのね。そうです、もうそれはもちろん考えられないんですけど、その公式アプリを入れてたんですよ、あの行く前に。そしたら何分待ちって出てくるじゃないですか。もう最低でも15分待ちで、一番空いてたのがその15分待ちだったので、並んで意外にこうスイスイ進んでって、どのくらい待ったのかちょっと覚えてないんですけど、15分以上多分待ってたと思うんですけど、でそれ乗った時にあのなんだっけ、なんかこうゆっくり行って、なんかこうあの人形がこうやってたりとか、こう景色見る系なのかなって思ってたんですよ。そしたら全然違くて、グラグラグラみたいな、もうそんな思ってなくて、もう乗って急に回り始めて、もう心臓こう回った時にそこに置いてきたんじゃないかっていうぐらい、うわーみたいな、本当に死ぬかと思いました。すっごい楽しかったです。でもアトラクションとか乗ったことないんですよ。遊園地とかがあんまりないので、だからすごい楽しかったです。
でバーってバー以外まあ本当もう何もないじゃないですか。ローファー飛んでいくかと思いました。もう振り回されてうーんみたいな。でなんかその前の前に座ってる人とこう目が合っちゃうんですよ。だからあすごい気まずいって なりました。で何回も緊急停止するんですよ。なんかこりゃ落ちるなと思って。ローファー飛ぶぐらい。そうなんです。でカチューシャどうす、そのロッカーに最初預けないといけなかったので並ぶ前に、えカチューシャどうするって言って、まあ、一応行ってこうってなって置いてったんですよ。みんなしてないし周りの人が。でしてた人もいたんですよ。もうしてたら絶対持ってかれるなって思いました。何回も緊急停止しました。で急に始まるんですよ。安全のため停止しておりますって結構あって、で始まったって思ったら急にうーってなるのでびっくりでした。すっごい楽しかったです。でも楽しかったよね、もう一回乗るって話してました。だけどもう半日しかないのでとりあえず違うとこ行こうってなって、楽しかったです。本当にカチューシャ飛ぶぞ。そうなんです。だから本当にカチューシャしなくてよかったって思いました。しかもロッカーのお金返ってくれてもう最高だなって思いました。おかわりするくらいか。そうです。ユニバの当日は私ここら辺に2つ用意してこのカチューシャしました。ちょっと制服だし友達としか撮ってないのでさすがにちょっと見せられないんですけど、今それしてみて、今すると多分崩れちゃうんですよ。今ただでさえ後ろとんでもないことになってる。しかもこれもあるし、できるできない、軽くなら。軽く、はい。でもよかった、本当に下に結んであってよかったです。上だったら耳カミカミってなるので、後ろでよ下らへんに結んでてよかったね。でそのカチューシャを買う前提で髪の毛もそうしてたんですよ。ここにボンボンが来るからここに打って、髪の毛こうあってみたいな。それがもう一番のショックでしたね。でも確かに、まあ行ったことユニバース初めてだったんですけど、同じグッズしか売ってなかったですね。だからもう必ず誰かと被るっていう、学校の人の誰かと、クマとか。あるあるですわ。あるあるなんですか。え、じゃあ来年、再来年もし行ったとしてもない可能性ってあるんですかね。コロナ禍だから少ないんですか、それとも何なんですかねたまたまなかったのか。すごい結構ショックでした。
カラッカラだ。じゃあ今5時20分なので6時までで。コロナ関係あるんじゃ、やっぱりコロナの関係かな。最近は人出が多いからなくなっちゃったのかな。コロナ禍でもう自粛とかがなくなってから、なくなったからとかですかね。あ、そう、そのユニバに私見つけなかったんですけど、あの有名な TikToker の方と方がいたりとか、あとまあもう名前を出していいのかわからないのでちょっとあれなんですけど、有名人の方がいました。いたらしいです。なんか私の横通ってたらしくて、でそれ全然気づかなくて、友達が気づいて、めまいがします。城の可愛さによった。でも本当にめまいなんですかね。鼻水が出るかもしれない。知らなきゃ普通の人やから。これの巻きが取れてる。これで TikTok 撮ろうかな。最近全然分けてないの。そうです、そういえば昨日言い忘れてたこと、なんか最後になんか忘れてることあったんですよね。まあ下でって言ったじゃないですか。あれはあれでした。あのなんだっけ、 TikTok のなんかため撮り下書きに撮ってるやつがあったんですよ。あれを投稿しようかなって思ってますって言おうとしたんですよ。そういうなんだって思うぐらいのあれでした。今日出しちゃう。今日出せたら出します。だってモバメの写真があれで、よし OK。
でもいろんなアプリやるじゃないですか。例えばスノーとかソーダとか。一番盛れるのって TikTok なんですよねって思います。まあ別人になる時あるけど。そうなんです。多分みんなそう思ってると思います。はい、友達もそう言ってました。本当その通りです。ティッシュだ。せーの、ほい。今ちゃんとメイクしてないんですよ。コンシーラーとリップとまつげとハイライトとシェービングだけなんですよ。ちゃんとがっつりメイクじゃないので今日。TikTok 最強説。メイクしてなくても。今日もパックしようかな。やっぱりあれ買おうと思います。なんだっけ、なんちゃらパッチみたいな、パッチシールみたいな、ニキビに貼るやつ。あれいいよって言ってくださったじゃないですか。やっぱり買おうと思います。よいしょ。毎回っていうか、こういうコンセントを結んでるんですよ。多分良くないと思うんですけど、でもどうしたらいいのか分からなくて。巻くって言ってもそんな巻けるあれもない。巻けばいいのかな。巻けないでした。巻けなかった。バンドで巻く。バンドか。確かバンド100均で買ってこよう。こういう風にこうして、こう蛇状みたいにして、それをこうまとめてキュッとすればいいってことですよね。確かに、そうしよう。これ剥がしていいのかわからないんですよ。ちょっともう剥がれそうなんですけど。ガス抜きキャップ。あ、そういうこと。この蓋でこうパンとする。うん、わからない。いいや、無視します。半分剥がれてる。そうなんですよ、剥がれてるんですけど、ちょっと剥がしちゃいけないやつかなと思って。剥がしても大丈夫。これ大丈夫なんですか。もういつ剥がれてもおかしくないようなやつなんですけど。そう、私
私水色使ってるんですけど、なんかすごい逆立ちしても崩れない友達がいるんですよ、前髪が。その友達が紫使ってて、結構紫いいよって言われるんですよ。周りの友達結構紫使ってる人が多くて、紫にしようかなって思ってます。でもまだまだなんですよ、いっぱい入ってるので。いっぱい入ってる、強そうなんです。すごいんですよ本当に。あのもうこうしてもこうしてもみたいな、大丈夫だし。佐藤七海さんの前髪も崩れなかったよね。確かになんか、確かになんかちゃんとこう切って分かれてましたよね。ヘルメット前髪、ヘルメット前髪って何ですか。消音にした、今しました。なんか来そうだったのでパパが来そうだったので消しました。あ、待って、運動着洗ったっけ。洗ってないかもしれない。まあ、でもそんなに動いてないから。6時にランキングですよね。6時じゃないです、6時に終わるので55分か50分ぐらいに、50分にします。体育あるの、体育いっぱいあるんですよ。週に4回あるんです。もうほぼ毎日あるので、もう運動神経悪い人、体育が苦手な人にとっては最悪なんです。多いですよね。最悪なんですよ本当に。寒くて毛布巻いたのね。あ、これも一応あのなんだっけ、あれなんだっけかな、モコモコしてるやつです。なんだっけ、カーディガンじゃなくてヒートテックじゃなくて、なんかそういうや、なんて言うんでしたっけ、そういうやつです。晩ご飯何でしょう。でも私さっき起きてさっき食べたばっかなのでお腹空いてないんですよ。
かも今年入ってあんまり味まん食べてない。そういえば今思えばるいちゃんかゆいちゃんではないの。あ、そっか、るいちゃんゆいちゃん。でもるいちゃんゆいちゃん、ちょっとどっち自分でもどっちだかわからないんですけど、あのなんだっけ、多分あのあまり綺麗じゃないんですよ。だから一緒に抱いて寝れないんです。全然洗ってないので。味まんいつか食べてみたいな。味まん美味しいですよ本当に。私クリーム派なんですけど、味まんは美味しいです。味まんも店舗減ってるから見つけてね。あ、そうなんだ。でも多分味まんのその作る人、味まんレディーって言うんだっけかな、が少ないっていうのは聞いたことあります。大変大変なんだろうなって。で寒すぎるんだけど、ちょっとやっぱりエアコンします。寒すぎる。山形の寒さ舐めたらあかん、舐めたらあかんですよ。と最近17年間生きてきて、最近寒がりだってことを知ったので、もう寒がりの人にとってはもう地獄です。外の雪の具合は、さっき弟が雪遊び、雪かきかな、雪かきと雪遊びしてたんですよ。だからあの、なんていうんですか、うちの敷地には一列だけ雪ないです。一列だけ綺麗にコンクリートが見えるようになってます。でも明日凍りそうだなって思います。雪が降らなければ。雪は結構、まあでもそんなに積もるほどでは、積もるっていうか、まあそんなに雪山できるほどではまだないですけど、結構ですよ。積もってはいます。積もってるは積もってます。最近降り始めたばっかなので。今ニュースで山形の積雪が映ってたけど、すごいね。すごいんですよ。この前蔵王に行ってきたんですよ。蔵王温泉に。なんかその時はまだ降ってなかったんですよ、ここら辺は。でも雪があって、結構、いや結構っていうか雪があって、もう一気に寒くなって、雪降るだけでこんなに違うんだと思って、すっごい寒かった。蔵王温泉、そうです、蔵王温泉に行きました。あら、もう好き好き
スキー場やってましたね。スキー場はしてました。今年もダイヤモンドダスト見れるのかな。ダイヤモンドダストか、なんか気にして見たことがあまりないので多分見れるんじゃないでしょうか。見れると思いますよ。スキーで来るの、あの一般ぐらいは、小学校中学校とかスキー授業、まあ、高校はないんですけど、まあ、ある高校もあるけどないんですよ、うちの学校は。でも本当になくてよかったなって思います。やっぱり雪国はスキー授業あるのね。そうなんです。それで授業が潰れたりとか、一日中行く時とかあるので、もう最高です。そういえば私一本だけ、もう太い白髪があるんですよ。一本だけ、こっちだと思うんだけどな、どこら辺、どこかにあります。一本だけ、しかも長さが普通にこのここら辺、普通に同じ長さ。たまに見つけたりするんです。抜いた？抜いてないです。まだ、なんか抜くとあんまりいいことないって聞くので、そのまま抜かないで、そのままにしております。幸運な一本か。そうなんです、抜くと増えるっていう。あ、そうなんだ。スキー授業で、あの一番下のあれでした、なんだっけ、一番下のチーム、半でした毎回。それか下から2番目とか。上級、なんかスキー習ってる人とかいたんで、上級者の人はあのもう普通に、なんだっけあれ、ゴンドラじゃなくてロープウェイ乗って、もう普通に上からヒューンってめっちゃ高いとこから滑るのに、一番下の人はあのこういうふうに歩いてて、でちょっとある程度高くなったところで滑って、はいもう一回、はいもう一回、じゃあ乗ってみよう、ロープウェイにみたいな。上級コースって斜面怖い、もう本当に見えないですよね、その坂が。もうここから見てもこうみたいな、みたいな。でも本当によくよくこんなところを滑ろうと思ったなって。人類がハの字で止まるんだよね。そうです、ハの字で。あったかい。でももう完全に喉は痛くなるから、急角度。そうなんです、もう本当に見えないです。人類はなぜ雪の斜面を滑ろうと思ったのか。だって別に普通に生きてたらそんなことする場面ってなかなかないじゃないですか。普通に
遊ぶってこと考えないで。どうしたらそういう考え、そうなった、そう思ったんだろうなって。加湿器を買ってもらう。加湿器いっぱい持ってるんですよ。まず東京にその行くときにホテルすっごい乾燥するんですよ。で夜中とかもう乾燥しすぎて起きたりとかしたので、前加湿器買ったんですよ。あっちに行ってあっちのビッグカメラで買ったんですけど、めっちゃ安くて、それで買ったんですけど壊れちゃって、でもう一個新しいの買ったんですけど、なんかあれよりもなんかその前その壊れたやつがめっちゃちっちゃいし持ち運びできるし安いし、もう最高だったんですよ。もう水入れて2回タップするだけみたいな、最高だったんですけど、あれちょっと壊れちゃったので新しいやつ買ったら、まあ、意外にちっちゃい、一番安くてそのぐらいの大きさみたいな、結構でかくて、まあ、仕方ないかと思って。日本海側は湿度高いからね。そうなんだ。ストーブで乾燥するっていうのは分かるんですけど、それで風邪ひくとかってあるんですか？ストーブで風邪ひくとか。太平洋側はカラッカラやね。カラッカラなんだ。あ、雪降らないからってことかな。そんなことないか。わかりません。わからないですね。50分にランキング読みますよ。読みますね。こたつで寝ると風邪ひきますよ。それ確かに、それなんでなんだろう。こたつで寝たら風邪ひくって言うじゃないですか。でも別にあったかいからそんな風邪、なんで風邪ひくんだろう今思えば。汗かくから、そういうことか。暑すぎて汗かいちゃうからってことか。粘膜が乾燥するとウイルスが侵入しやすい。そうなんだ。そっか、乾燥してるとウイルス入ってきやすいから、そっか、別に、そっか、だから、そういえば私未だにまだコロナになっかかったことがないんですよ。ちょっと自分で、いや、もしかしたらいつの間にかかかってたかもしれないけど、今のところちゃんとかかったのはないんですよ。家族もなったりとかあったんですけど、8の日にかかったんですよ。親が、ママがかかっちゃって、でどう帰ってくるか帰ってこないかどうするかってなって、結局家に帰って、まあ、濃厚接触者になるじゃないですか。で濃厚接触者になって自分で逆隔離されました。自分が、私が持ってきてるかもしれないから隔離みたいな。でも東京から帰ってきて8の日終わってすぐ家に帰ったので、すっごい寝てました。快適な時間を過ごしました。
自分時間をすごい楽しんでました。ずっとアマプラ見て、若いからワクチン打ってたら大丈夫。あ、そう、あの修学旅行前に一応ワクチンを打ったんですよ。そのおかげでなのかわかんないんですけど、修学旅行から帰ってきて、喉ちょっと喉の調子があんまりよろしくなかったんですけど、でも喉痛いだけじゃその検査できないらしくて、抗原検査はしたんですけど、まあそれでも陰性なので、まあ大丈夫かな。なぎちゃんとユニットやってんだよね。そうです、トイプードル。私あの曲知ってたんですよ。エイトの日かな、あのお披露目した時かわからないんですけど、なんか誰かメンバーの方が披露してたのを見ました。50分だ。じゃランキング見ますね。13位桃の天ぷらさん、12位ヒロくん、11位まぼろしさん、10位カッチーさん、9位サッタンさん、8位きびだんご非公認さん、7位ケンジさん、6位わさっぴさん、5位猫3匹とジョンさん、4位のぶさん、3位ピチピチうさぎさん、2位くまこうさん、1位ちゃんレタスさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の配信も楽しかったよ。本当ですか？もうほぼこれしてる時に無言だったんですけど、次の配信を楽しみに待ってます。次はいつでしょうね。平日だと思うんですけど、学校から帰ってきてからなんで、多分ですよ、多分水曜日だと思います。水曜日です。水曜に来たい。ノー残業で、残業しない日なんですか。じゃあ良かったです。ちょうど夜に配信、夕方夜ぐらいです。あ、夕方はないです、ね、夜ぐらいですね。夜に配信です。じゃあまた来てくださいね。いや、ちょっと早いんですけど終わりたいと思います。ではありがとうございました。バイバーイ。